大道山は、三重県津市三杉町の中央部にそびえている小岳、目岳の二方で構成される、縦状火山であった、死火山の山である。小岳の標高は千十三メートル、目岳の標高は九百八十五メートルである。淀川水系木津川、名張川と、雲津川、鈴鹿川などの伊勢湾へ流れ込む水系を分かつ、布引き山地の南の端にそびえ、山域の南西部の一部を、 奈良県宇田郡三江村にも及ぼしながら湖案を伏せたようになだらかな稜線を東西になびかせるような山陽を見せる大道山は北隣の二ヶ岳とともに室岡山群に属している。この山は紅葉樹と人工林で構成される山林の中に山陸では苔むした大洞石という火山特有の軽石を石を山腹では片栗の群生地や永山すみれなどが 山頂付近では各種高山植物が見られる自然豊かな森と美しい眺望に恵まれていることで知られている。室上亀青山国定公園内にあって、また東海自然歩道が中原を重走している。この山はハイキングの名所であり、そのようなことから関西百名山にも指定されている。美しいと評される眺望については、日斜面においては、 すすきの絨毯に覆われた草原と、その先に広がる三杉の山村の様を見下ろすことができる一方、東側を見ると、三杉町太郎生の集落の谷を挟んで退治する、黒祖山や、日本ソなどの荒々しい山並みを眺めることができることが売りである。山頂は、尾岳と目岳の二つがあるが、三角点は目岳にのみ設置されている。近年はこの山の八千川の中原、 標高700メートル付近にリモコン式の巨大天体望遠鏡のあるスカイランドオボラキャンプ場が整備されており、キャンプ地としても人気がある。3名の由来は、新言州の末寺である金峰山寺新福院を訪れる主験者が持つホラ街に山並みが似ているからであると言われている。この新福院の参道の吉野桜の桜並木は三滝の桜として知られ、 国の名勝地にも指定されている。また、この新福寺周辺から大道山方向を見ると、角度の関係で、北隣の2が竹ともに、円水型をした独立峰のように見えるという。ありがとうございます。